こんにちは、ひとりこです。来季のシード権が確定したわね。堀琴音選手がわずか 0.35 ポイントの差で逆転シードを逃してしまうという劇的なドラマもあって、やっぱり出場権争いは最後まで何が起こるかわからないわ。そしてシード権が確定したのもつかの間、もうすぐにQTのファーストステージが開催される。今回はQTのファーストステージについて話していきたいと思います。 QT つまりクオリファイングトーナメントなんだけど、ファーストステージの一次予選とファイナルステージの最終予選があります。特定の条件を満たす選手はQTのファイナルステージから出場できます。まずは今季のシード選手で来季のシード権を獲得できなかった選手、そしてメルセデスランキング56位から70位までの選手、さらにステップアップツアーの賞金ランキング3位から10位までの選手、あとはプロテストを1位で合格した選手などの選手はファイナルステージから戦うこととなります。 QT もまた過酷な戦いになりそうですね。ファーストステージの一次予選は3地区に分かれて開催されます。各地区から気になる選手をピックアップして話していきたいと思います。まずは A 地区から、宮田成葉選手は残念ながら大王製シエリエルレディスで優勝をつかむことができませんでしたね。川本結衣選手はここ最近はなかなか調子を上げられず苦戦を強いられています。若林舞子選手は前回 QT ランキング1位を獲得していました。今年も上位を狙っていきたいですね。アンシネ選手は5年ぶりの参戦となります。神谷若菜選手、吉澤優月選手、正田夢乃選手はツアールッキーとして参戦となります。そして B 地区、成田美鈴選手は無期限休養をしていましたが、いよいよ復帰のようですね。ただ以前に一人ゴルフという番組に出演していた時にはボギーが多くゴルフの調子は悪そうでした。果たしてそこからうまく調整して調子を上げてくるかどうか注目です。元アスカ選手はツアールッキーとして参戦となります。最後に C 地区、藤田光選手はもう一度レギュラーツアーで戦ってほしい選手ですね。小西瑞穂選手はツアールッキーとして参戦となります。昨年を参考にすると各地区から20名ほどの選手がファイナルステージの最終予選に進出しているわ。今年はどんなドラマが待ち受けているのかドキドキするね。QT も大注目よ。それじゃあ、またね。